世界コインさんにいきなり押しかけた。こちら価格をいくらぐらい、投資対象として見るには分析はしやすいっていうところ、で、まさぞどうもコイン投資のハイマンです。ハイマンさん、はいはい、どうしたニック。はい、この前世界コインさんのライブ配信にお邪魔させてもらったじゃないですか。はいはいはい、これね、僕らのライブ配信いつも見てくれてる人はわかると思うけど、まあ世界コインって、まあ何それって人もいるから、まあ一応ね、念のため説明しておこうか。はい。ちょっと今日ね、風で声がからない、ね、声が全然そう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 この前、アンティコインの会社で YouTube やってる株式会社世界コインさんがライブ配信をしてて、実際に見に行ったんですね。そしてコメントしたんですよ。そしたら向こうの佐藤さんっていう女性の方が僕のことを知っていてくれて、しかもニックまで知ってたっていうのがめちゃくちゃ嬉しかったですね。いやー、あれびっくりしましたね。びっくりした。しかも僕スラム割った動画とかも覚えてくれてて、もうしっかり見てくれてましたよね。本当だよね、はい、まあものすごい嬉しかったしね、一緒にまあ動画撮りましょうみたいに言っちゃったもんね、はい、世界コインさんはその東京の主にモダンコインを扱ってるコインショップでしたよね。そう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 、だからモダンコイン専門家とアンティコイン専門家としてお話ししたらめちゃめちゃ面白いんじゃないかなと思ったりしてね、うん、そうですよね、うん、でそのお話って結局どうなったんですか。いや結局ね、時間が合わなくて少ししか時間が取れないから、はい、今回の東京出張では動画は撮れないかな。それ結構残念ですね。ということにしてるんですが、内緒でいきなり押しかけてみようかななんて思ってます。それ大丈夫ですか。許してもらえるかな。まあでもありがたいことにね、はい、世界コインさんから時間が空いたらいつでも来てくださいって言っていただいてるんで、多分大丈夫なはず。なので世界コインさんにいきなり押しかけたを実行しますのでお楽しみに。はい、僕はちょっとお留守番ですけど頑張ってきてください。おそす、動画楽しみにしておいて。あ、そうそう、皆さんこんにちは、コイン投資のニハヤマンです。今ですね、東京着きまして、ここはね、新橋のとある公園です。で、今日は、これからですね、世界コインさん、に、ちょっとアポなしで突撃しようかなという感じで考えております。はい、まあどういう感じになるのかね、ちょっとわからないんですが、次回の東京でお会いできたらね、ぜひ会いましょうっていう話を気軽にね、答えていただけたので気軽に行ってみようかななんて思っております。はい、まあ世界コインさんね、王さんは、中国の方なので、その中国のね、コイン市場の今のね市況だったり、まあ今後中国コインっていうのは実際、どういう風に値上がっていくのかとかね、あんまりね外では他では聞けない中国関係のコインのね、市場の話とか、そういったものもね聞きに行きたいと思ってます。はい、ということで行ってきます。はい、ということでね、行ってきますの後に、まあちょっとね手ぶらで行くのもあれなので、世界コインさんに何かねお土産を買っていこうかなと思ってるんですけど、何がいいんだろうな。佐藤さんもね、まあ女性はやっぱ甘いものも好きな方も多いよなと。この甘いものは、まあ本来だったらね、僕お酒、プレゼントしようかななんて思ってたんですけど、僕は酒好きだけどね、全員が酒好きっていうわけではないと思うんで、まあちょっとお酒は一回今回控えて、そうだな、お菓子かな。世界コインさんがね、日本橋だから、そうだな、今新橋でしょ、日本橋だから銀座に寄ってなんか美味しいせんべい、まあね甘いのにしないのはせんべいとお酒にも合うんで、日本酒とかいいよね、うん、またね酒の話になっちゃってるんだけど、ということで和菓子を買っていこうかなと思います。手巻き納豆、うまそう、チョコレートのせんべいも、よし、お土産ゲット。はい、ということでお土産を買ったので、これからもう早速ね、でもちょっと時間あるから歩いてもいいな、ちょっと歩いていこうという感じで、銀座をちょっとぶらりと散歩しながら日本橋に向かいたいと思います。それじゃあ、よし、間に合わないかと思います。よいしょ。はい、ということで、到着したようです。どこら辺なんだろうな。あ、ありますね、ありますね、皆さん、すごいすごい。早速じゃあ突撃していきます。
よし。こんにちは。こんにちは。こんにちは。あれ、葉山さんじゃないですか？葉山です。どうもどうも、YouTube では。あ、いつもね、YouTube 見ています。あ、ありがとうございます。僕もよくね、ライブ配信拝見させてもらってますんで。もしよかったら、これ、ちょっとお土産を買ってきたので。ありがとうございます。はい、全然全然、お気になさらず。いただきます。はい、ということで急にね、皆さん突撃をしに参ってしまったんですが、皆さん心よく優しい優しいお出迎えをしていただきまして、もしよろしければ、もしよろしければなんですが、はい、せっかくお邪魔させてもらったので、対談なんかさせていただくことって可能ですか、はい、いいですか、はいはい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、ということで改めまして、コイントシノに早満です。世界コイン王です。はい、よろしくお願いします。まあ今日はちょっとね、急なお邪魔したのにもかかわらずご丁寧な対応してくださってありがとうございます。まあ、YouTube でもね、配信、生配信もよく僕も拝見させてもらってるんですけど、もう一個一個のね、質問に対しての回答とかが具体的でいつも勉強させてもらってます。で、今日はですね、まあ、対談をさせていただくということで、ちょっといろいろと細かい部分のお話も聞いていきたいなと思うんですが、ちょっとまずですね、最初に、まあ、王さんがコイン投資を始めた、まあ、コインを収集始めた、多分その提供側の前にまず自分が収集をしてたんじゃないかなっていう勝手なまあ予測なんですけど、まあ、そういったところでどういった経緯でコインと出会ったのかっていうのをちょっと聞いてみたいなと思うんですが、よろしいでしょうか。はい、まず、最初始まったきっかけとしては、弊社の王が、7歳の時、おばの家にいた時、おばあちゃんの家にいた時に初めて、アンティークコインを目にしたんですね、でそのアンティークコインを見た瞬間に歴史を感じて、一目惚れをして、アンティークコインを好きになりました。はあ、7歳の頃、7歳、めちゃめちゃ若いというか、ちっちゃい頃からその触れてたんですね。ということは、おばあちゃんはそのコレクターだったんですか？当時已经算是アンティークコインだ、就是说他年轻时候的钱。王のおばあちゃんは特別なコレクターではないんですけれども、ただ、おばあちゃんはですね、おばあちゃんの若い頃が中国の中華民国の時代があったんですね。で、その中華民国時代に普通に流通していたお金だったんですね。で、そのお金が、弊社の社長の王ですね、小さい頃にはもうすでにアンティークコインになっていたんですね。で、そのコインを見た瞬間に好きになったっていうことです。特別な収集家だったというわけではないです。あ、たまたまじゃあったっていう、そのおばあちゃんの若い頃 の、あのお金を見て、一目惚れしたということです。いや、面白い。7歳ってすごいですね。7歳です、はい、7歳の頃か。なんか7歳だったら僕ギザ銃とか集めてましたもんねそんなレベルですよ。なのでアンティーコインとかコインモダンコインとかって存在知らなかったんで、うわすごいな。ちょっと質問なんですけど、逆に佐藤さんはどういった経緯でコインと触れ合うことになったんですか？私は、単純にハローワークで仕事を探していた時に、たまたま私の場合は中国語と日本語が話せるので、たまたまこういう中国語と日本語を話せるような仕事を探していた時に、たまたま社長の王が求人出していたんですね、でたまたまこの会社に入って、そこからコインについて触れるようになりました。はあ、はい、なるほど、はい、でも非常に何だろう、その求人募集ってなかなかないジャンルですよねこの業界はないです。ですよねなかなかないよな、そんな中でもうピタッとハマったんですね。当時コロナのね、真っ最中で、そうです、それでもう本当に早く就職を決めたくって、はい、たまたま社長と面接して、はい、その場で決めてくれてたんですね。ありがたいです。じゃあ佐藤さんは今そのコイン業界、何年目ですか？私入社したのが去年の7月で、今年で2年目です。おお、はい、じゃあまだ1年とちょっとぐらい、1年とちょっとぐらいです。2年目になったってことですよね、はい、すごい、はい、めちゃめちゃ勉強されたんじゃないですか？社長の方がすごい詳しいので、ちょっと聞くとすごいコインを教えてくれるんですよ。なので素晴らしい。多分他の方はなんていうか研修とか重ねて、ちょこっとちょこっと積み重ねて教えてくれるんですけど、ただ社長の方は隠さずに全部教えてくれるんですよ。ああ、なるほど。そうだからすごい成長が、おそらく他の会社より3年4年やってる方よりも、なんていうか、知識が多いです。環境がめちゃめちゃいいってことですよね。環境がいいです。そうです、そうです。素晴らしい。はい、はい、いやでもね、かなりのコインが並べられてるんで、ちょっとこの店内を
見て、どうぞ、いろいろとご説明してもらってもいいですか、ちょっと勉強させてほしいなと思いまして、はい、ということですね、次の動画でこの店内を、世界コインさんの店内をですね、じっくりと歩きながらいろいろなコインの解説説明をしていただきたいと思います。一旦じゃあ前編はこの辺で、おやすみ。かわいい、キュート。あ、そうそう、もっとアンティークコイン、モダンコインのこの投資っていうのを広めたいんだというか、